鹿児島県道73号鹿屋鉱山串良線は、鹿児島県鹿屋市浜田町から、鹿屋市姶良地域、肝付郡肝付町を経由して、鹿屋市串良町ゆりに至る県道である。鹿児島湾沿岸部の鹿屋市浜田町から国道269号と、分かれ、峠を越える。大藍良地区は、肝付川支流の大藍良川を並走する形で、通進する。 鹿野市アイラ地域中心部のアイラ城交差点、アイラ城6交差点間は、県道68号鹿野ヤアイラサタ線と重複するものの、東区間は、県道73号として運用されている。肝付町に入ってからは、ロードサイド店舗が目立つようになる。肝付町中心部からは北進するため、東進する場合は、県道539号鉱山アイラ線を利用することになる。 鹿野屋宿し白町までは、旧大隅線と並走し、宮下交差点で、国道220号に合流し終点となる。総延長、実延長は共に 22.219km、改良率は95.8%。ト。の屋市田淵町にある、道路記念碑。側面に、鹿野大愛良愛良鉱山の地名が刻まれている。 大アイラ村の主要道路として開通した離童が前身であり、現在の路線としては1982年12月17日に認定された。かつての一般県道オバマ鉱山線、新富アイラ線、主要地方道釧路内野浦大根締め線を合わせたもので、鹿野屋鉱山間は一般県道からの昇格、高山釧路間は路線名変更となった。 現在の鹿野屋市域には1890年代を中心に県道や離道が整備されたものの、いずれも大アイラ村の周焉部を通過するのみであった。このため、鹿野屋村、大アイラ村、アイラ村、高山村の協力により1911年に鹿野屋村高須から高山村に至る離道を整備した。この時開通した区間の一部は、現在県道545号。 長吉高須線として指定されており、現在県道73号として指定されている、浜田、長吉間は1930年に開通した。ありがとうございます。